お、お、お、いるのか。あ、いける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 。いけるぞ。ティファニー。ティファニー。いけるいけるいける。いけるいけるいける。いけ。いや、終わるんかい。では本日のお知らせです。今日、オタクが行き着くオタ島に、リカル、あ、そう、リカルドが来ると。あ、そういう順番だからね。リカルドから来るんだね。なるほど。新しい仲間が増えて、私もとっても嬉しいです。では、本日も楽しい一日になりますように。あ、ありがとうございます。わざわざリカルドさんが来たっていうね。そういうアナウンスで、もうリカルドも、え、そんなの放送されるのって今なってるかもしれない。来た。お、なんだ？メールが来ている。手紙が来ているぞ。なんだ？お、おい、ちょ、調べて。調べらんないのよ、これが。おい、ちょっと傘で見えない、これ。よし。え？何？何なの？あー、誕生日プレゼントのお返しかなんか？いや、いいのに、そんな、いいのよ。さ、サンキュー、梅原。ダッチに誕生日お祝いしてもらうのは、やっぱり照れちまうね。プレゼントまでよこしてくれて、目から鼻水が出ちまったよ。粘度が高い涙が出たんですね。これはうちの感謝の気持ちさ、遠慮なく受け取ってよ。それじゃあまた、チャーミーより。あー、なんかそういうとこちゃんと律儀なんすね、チャーミー。なんだろう。なんだ？これちょっと見られんのかな？どれどれどれ、あ、そう、このアイテム枠ね、増やしたんですよ、私。増やせたんで。この一列。なんかこれだけ持てればだいぶいい感じでしょ。これが、これかな、開ける。はい。来た！スープジャー。なにこれ？スープジャー。どんなもん？うわ！うわースープ作れそう。そしたらリカルドが来たってんで、ちょっとリカルドの家に行くか。じゃあ、リカルドの家というか、リカルド出歩いてたら、多分いるよね、どっかに。あ、絹代さん、あ、今日もいんの？絹代さん。絹代さん今日もいんの？ちょっと商品見して。服見して。あら、梅原さん、ちょうどええところに何？あら、何？ちょっと相談、マジで？頼られてるな。何？いいよ、いいよ、もう何ですか？何でしょう？ええよ。何？この違い何これ？何でしょう？ええよ。もうこっちでします。じゃあ、ええよでいきます。この違い何だ？ありがとうございます。相談っていうのは、うちらが出そうと思ってるお店の、ああ、お店の場所？なるほどね。おかげさまでうちが行商に来るのを楽しみに待ってくれてるお客さんがだいぶ増えてきたんですよ。そうなんだ。それでそろそろ本格的にお店を構えようかって。お姉ちゃん、お姉ちゃん、あ、なんかいるとか最初に言ってたな。絹代が妹なんだっけ。なるほど。お姉ちゃん、そもそも誰なんだ。お姉ちゃんじゃあ来るのかな、お店を構えたら。お姉ちゃん会ったことないけど、いいんですか、こんな金髪イガグリ坊やに任せて。いいんですか。何、梅原さんさえ良ければ、うちの代わりにお店に良さそうな場所を見つけてきてもらえないでしょうか。あ、わかりました。今忙しいです。いや、絹代さんの頼みは断れんからね。ほんまですか、助かります。ほな、粉、え、何？粉ってなんだ？この仕立て屋の工事看板、あー、それを建設する場所に、こう、ぶち込んでおけと。わかりました。はいはいはい。うわー、いや、あるでしょ、なんかさ、この、あたりが人通り良さそうだから、ちょっと、商品も見てもらえそう、服とか見てもらえそうだからとかさ、あるでしょ？なんで、こんなさ、僻地、お、チャーミーなんか、チャーミー筋トレしてんのか、あれ。いや、なんか、例えばこんな僻地にじゃあさ、あ、まあ、これがあるけど、こんな僻地に、ここら辺に建てたところで誰も来ないから、人通りの多い場所がいいと思うのよ、私。結構考えてるから、こういうとこ。結構このあたり、中古と、チャーミーの家のここ。いや、でも、隣か。うわ、うわ、ちょっと待って待って待って、お、お、お、グラサン仲間じゃんか。お、待って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 、お、お、お、このタイミングでなんかチャイムみたいな鳴ったぞ。どうした、疲れてんのか。まだいけるぞ。まだいける。いいね、いいね、いいね。いいぞ、いいぞ、いけるぞ。もうちょっとね、ゆっくりやった方がいい。もうちょっとね、ゆっくりやった方がいいね。なんならこう下げるときも、下げるとき、ちょっと下ろすときダラーンってなっちゃうから、下げるときにやっぱゆっくりっていう。それを聞いてるか？もうちょ、上げるとき、もうちょっとゆっくりやった方がいい。もうちょっとね、やっぱ回数稼げちゃうから、それね、負荷をかけるためにやっぱゆっくりやった方がいい。ちょっと回数稼げちゃうから、それ。おー、まだまだいけるぞ、まだいけるぞ、はいはいはい。もうちょっと、もうちょ、ゆっくりやって、それ早くやっちゃうと、回数だけ稼げ、どうした？限界か。まだいけるぞ。ゆっくりな、ゆっくりね。おーおーおおお。ツイッターか？いけるぞ、いけるぞ。はい。始め！ 1、2、早いな。ちょっと、もうちょっとゆっくりゆっくり。上げるときもまあゆっくりで、下ろすときもゆっくりお願いします。下ろすときもね、バルーンってなっちゃうから、バルーンってなんだ、風船かよ。こんなことしてる場合じゃない。絹代さんのね、店の場所を決めなきゃいけないんだ。このあたりどうすか？このあたり、チャーミーのちょっと隣というかね、まあ近く。まあまあいいんじゃないですか、これ。ちょっと、イマジンやります。まあどんな感じ？これもうあれなのかな？店、あ、もう、結構本格的な店だ、これ。
なので、なんて書いてあるのあれ、アベイルシスターズ。な、読めない。もう英検4級ごめんなさい。ここで決めちゃおう。いいんじゃないここ。あ、もうここで明日には多分店ができんのかな。おしゃれの波が来る予感。来る。絹代さんに決めてきて、ちょっと報告するから。絹代さん、決めてきたよ。梅原さん、お店の場所決めてくれたんやね。ほんま大きい。いや、いいんですよ、そんなの。お店が完成したら、うちやお姉ちゃんともどもよろしゅうお願い。ああ、お姉ちゃん来るんだ。じゃあ明日はお姉ちゃんも、これいつできんの？明日できんのかな？よっしゃ、じゃあリカルドの家にちょっと、多分外いないよね。リカルドいるか。リカルド今は多分引っ越しのなんか二ほどきだったり、片付けの時期だから、多分初日来た日は家の中にいるんでね。これ多分そういう設定だと思うんだけど。リカルド、お、独房じゃないか。この地面とかだって外で排水のなんかさ溝とか蓋してるやつじゃん。これ工事中だったりとかそういうところになんか置いてある。この床みたいな見たことあるもん。この地面で壁がもうさ、壁も工事中というか、もういいのこんな、もう独房だよ。もうこんな独房じゃないですか。だってもうこれまで見てきた中で圧倒的独房感ありますよこれ。もうリカルドいいのかこんなところで。あ、梅原くん。早速このリカルドが、オタクが行き着くオタに、あ、オタにじゃない、オタ島まで入れて、オタに上陸してって、オタに乗っちゃってるからもう。今は人を呼べる状態じゃないけど、部屋が片付いたらぜひ、君をマイホームに招待しないな。確かにね、ここはね、今、ちょっとまずいから。今人呼んでも、みんな、多分ね、同じ感想よ。え、独房っていう感想しか多分抱かないと思うんで。これ地面とか壁、え、これでさ、ちょっと待って、オーダーこれなの？オーダーがこれなの？私独房っぽいのがいいです、あ、それでしたらこちらとかなったのこれ。これからはオタクが行き着くオタのリカルドとしてよろしくね。おーいえ、ちょっと噛んでたな。でオタで止めないで、ちょっと島まで入れて、ちょっとオタだとまた話変わってくるから、もう一回話しかけるか。タイムイズマネー。どうした、スマートでスタイリッシュに片付けないとね。おーいえ、あ、ごめんなさい、じゃあ私と話してる暇ないですね。これは私と話してる、もう一回話すか。こうしている間にもどんな出会いが僕を待っているのか楽しみで仕方がないんだよね。あー、やっぱりそうやってチャラ男なんだな君は。早く片付けてみんなのところに挨拶に行きたいよ。おうえ、いやー、さすが。だってこの服装見てくださいよ、このなんかグレーのこのベスト、これ見たことある。これなんかこういうの、 T シャツのこの白 T シャツの上にさこれを着てさ、でなんかこのなんかネックレスみたいにしてるじゃん。ほらネックレスは、そのなんか縦長のそれ見たことある。うわー、見たことある。今から何、そうやって挨拶に行きたいよとか言ってなんかナンパとかしに行くんでしょ。またチャラい子が入ってきたもんだわ。大丈夫かしら、島の治安が心配だわ私は。よいしょ、じゃあリカルドとも挨拶をし終えたんで、あとの住民はどこだ。ティファニーとトキオはいたな。チューコとてっちゃんがいないのか。チューコとてっちゃん、チャーミーは話したよね。チューコとてっちゃん、てっちゃんここか。てっちゃんご在宅、あれちょっと待って、あ、いけるいける、ご在宅ですね。またトンカチでボコスカやってんじゃないでしょうね。そしたら3日連続だからさすがにちょっとやめて、もう違うことしててまたなんか作ってんの。プロテインの位置ちょっと変わってない？手前から奥になってんだけど、プロテインちょっと使ってんじゃないこれ。飲んでるから位置変わってんじゃないの。放置してたら位置変わんないもんね。これ使ってくれてんのね、てっちゃん。てっちゃんの見えるアングルから話しかけるか。てっちゃんの見えるアングルどこだろう。どこだろう、ここか、このあたりか。いい。こんなもの、また同じこと言ってる。もう、何？オイラって天才かもな。いやー、どうですかね。何が作れているかによるからって、これもう毎回言ってるから、私、何作ってんの？聞いて驚け。オイラ今、鉄骨作れんの？俺、前回薪だったけど、今度鉄骨作ってんの？マジで？あ、それはなんか筋トレしてたらひらめきそうだ。なんかこれ重量上げに使えないからみたいな、そういう発想じゃないですか。最高傑作、鉄骨。いやもうさすがに3回続けても結構です。私選ばない。もう素直に教えてって選ぶから、さすがにさ、だって3回連続結構ですっていうのはないから、もう結構です。てっちゃんの家ってさ、全然こう、何も置いてないよね。私が言うのもなんだけどさ、今置いてあるのってこれと、このクローゼットと、プロテインと、このテーブル椅子と、あと、あの壁掛け時計か。でもちょっと統一感はあるのか、この木の感じに木製のあの時計とか。統一感、このクローゼットもそうだもんね。木製のクローゼットとかで統一感がある中でこのプロテインっていう。浮いてんなこれ。浮いてんなこれ。じゃああとは中古だな。中古多分家にいるよね。またバカでかい音量で音楽聴いてんじゃないのか。中古。あ、いるね。中古。こんばんは中古。今何時だ、こんばんはって言ったけど。あーまあ17時19分だから、まあ夕方よ。お、なんか変わってはないね。中古何してんの？
やっほー、あたいの家にいらっしゃい。でっちゅの、いや結構中古の家はなんか充実してるというか、すごい綺麗に見えんだよね。もうさっき独房見てきたからすごい余計綺麗に見える。おしゃべりしよう。そうそう、梅原ちゃん何、明日はハッピー、うわ何そん、マジで言ってんの、マジで。いやこの家は得点高いと思いますよ。あたい今回のインテリアコーデには超自信、あーまあまあそれは自信持っていいと思いますよ。それはまあ心配があるとすれば、採点する人があたいのセンスが理解できるのかってところかな。まあそうね、結局なんかさ、こういうのって採点する人のさじ加減、座った、採点する人のさじ加減じゃないですか、こういうのって。全然なんかこのセンス分かってないなって人が採点した場合よ、もうね、独房が好きな人いるかもしれないから、独房、え、なんで独房が S ランクなんですかみたいな、そういう可能性あるからね。もう未来のスーパーアイドルだから、こうやってね、もう今から写真撮影こうやって慣れていただいて、まあ、被写体になることは多分多いだろうから、あーいいよいいよいいよ、いいねいいねいいね、はい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 、ポーズポーズ、こっち向いてこっち向いて、はい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 、ポーズポーズ変えて、ポーズ変えて、変えない。じゃああと会ってないのはいないか、もう全員会ったよね。まだもう一人のなんだっけ、あのリアーナか、リアーナまだ来てないんだよね確か。すげえ僻地に家建っちゃったけど、そうね、ここがリアーナだよね。リアーナがここでまだ来てないと、これ明日来るんだよね、リアーナ様。ああ何、びっくりした、ティファニー、何よティファニー、ははは、キャ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 、こっちだよほら、こっちこっち、ほら待って待って、なんだなんだティファニー、梅原さんにウキウキするリアクションを教えて。あマジっすか、リアクション増えんの、コホン。この間はい、新しいかき氷のレシピを考えたんです、作るのが、あいいじゃんいいじゃん、うふふ、こんな風に楽しい気分の時このウキウキを使ってくださいね。あーもういつもウキウキしてんじゃん、これなんかよく見るよ。あこれね、はいはいはい、気分は上々、はいはい、ミヒマル GT ですかね。リアクションどれだ、ちょ待って待って、ティファニー、ティファニー待って、それやるから、これね、はいよ。傘で見えないし、ティファニーは無視してる。傘ちょっと一回しまっていい、傘後ろ見えないんだよなこれ。傘一回しまって、ちょっとティファニーに気づいてもらうためには、じゃティファニーの顔が見たいな。あ、いいいい、今の向き、その向き、その向きでいて、その向きでいてね、よっしゃ。もうティファニーの表情は見らんない、ちょっと勝手に左行くな、勝手に左向かないで、もう左スティックがもう行かれちゃってるから、左スティックが行かれちゃってるんで、勝手に左を向くんじゃない、左を向くんじゃない、前向いてろ、そうウキウキ、あいいいい、あなるほどね、こういう感じで、はい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 。あ、なに、次の計画について詳しく相談したいから、また時間あるときに何をせよ。あ、またあんの、あ、聞きましょう。じゃあ一回ちょっと待って、マイルのアクセスポイント貯めていい。なに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 よ、なんすかなんすか、もうはいはい、この島にできたキャンプサイト、はい、来客を待つのもいいけど、せっかくなら積極的にお客さんを呼び込みたいよね。はいはいはい、そこで新しく出たー、アミーボってわかんないやつ出てきた。はい、キャンプサイトにお客さんを招待できるサービスを始めることにしたんだ。はいはいはい、タヌポートから使えるようにしてるから、はあ、なんだアミーボって、なんなの、アミーゴみたいな感じ、なんなのこれ、アミーボ、なんかスイッチの機能だよね確か、アミーボ、なんかスマブラでも見たことあるんだけど全然わかんない、アミーボ、これか、お客さんを呼ぶ、これだ。こちらでは動物の森シリーズのアミーボを使って島のキャンプサイトにお客様を招待することができます。はい、アミーボを使ってキャンプサイトにお客様を招待しますか、わかります。アミーボって何、招待するは、え、招待したいお客様のアミーボを用意してください。なんですか、え、おお、なんだ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 、動物の森シリーズのアミーボカード、アミーボ NFC エリア、え、ここ NFC エリアっていうの、このスティックのとこ、このスティックのとこは NFC エリアっていうの。そう、マイル少ないのはこのポケットのね、この5000円のやつを購入したら、今度またなんかこれが出てきたんだよね、これ。え、これ最初からなかったよね、これ。最初からこれあったらこっち買ってたんだけど、ちょっと。え、なかったよね、多分。え、なかったって言っても、なかったって言って多分あっちの1列増やす方を買ってからじゃないと、こっちがさらに出てこないってことだよね、多分。もう、そういうことにして。じゃあ、新しい相談というのを聞きましょう。何ですか？新しい相談。はいはいはい。あの、相談があると聞いております。相談。忘れてた。セレモニーあるんだ、これ。いや、セレモニーあるんだ。なんだっけ？何をすればいいか。これか。はいはい。お、それじゃあ、出た、プロジェクト系。最後の大仕事、最後なの？プロジェクト系。もう最後か。島の中と外、両方からの評判を集められるようになった今、やるべきことは、とにもかくにも、評判アップなんだもん。はいはいはい。島の評判は静江さんに取りまとめてもらってるから、最新の情報は彼女に聞いてみてね。はいはいはい。
具体的な評判アップのためのアドバイスもしずえさんの方が的確だと思うけど、もう全然役に立たないじゃん、たぬきちショット。しずえさんが優秀すぎるじゃない。移住者を増やしつつ、はい、島の景観を整えて、はい、この島の最高に魅力的な場所にすると、はあ、はあ、はあ、インフラ整備はもちろん、植物や家具で島の景観をいい感じに整えていこうね。もう丸投げじゃないですか。また石井正則大先生出ちゃった。もう丸投げ。ちょっとしずえさんにじゃあ聞くか、それについて。えい、はいはい、しずえさん。あら、梅原さん、お疲れ様です。そうそう、何、たぬきさんからお聞きになった通り、今私の方で島の評判について取りまとめ、なるほどね、詳しいことはまたご説明しますので、ぜひ島の評判をお尋ねくださいね。わかりました。それでは、島の評判って聞けんの？え、ここで、あ、聞けるようになってる。島の評判について、はい、まあ早速島の評判のことを気にかけてください。ありがとうございます。いや、もうだって気になるよ。まあ住んでるとこですか、自分が住んでるとこの評判やっぱ気になるからね。ではまず島の評判のシステムについて、はいはい、システムね。お宅が行き着くお田島の評判は、島の内外の方の声を無作為に、内外、内側か、何、内部告発もあんの、なんか無作為に集めたもので、はいはい、5段階評価、あ、なるほどね、わかりやすいですね、成績みたいで。評判を高めるためには、発展度、自然、魅力の3つのバランスが重要になります。これはちょっと待って、発展度はなんかそこまで発展してない気がするね。自然って何、あの草木はあるよ、あるけど、無駄な草木をこう萌いでるかってことは、あの雑草を抜いてるかとか、そういうことかな。魅力がわからん。その魅力の基準はどうやって高めるんだ、それ。住民の数や施設、インフラの充実度、程よく手入れされた自然環境に美しく美しく飾られた景観、はいはい、なるほどね、大丈夫よ、あのゆっくりでいいからね。そういった環境が整うと、おのずと評判も上がるはずですよ。そっか、ちなみに今の時点では評判